9. バッターボックスに立とう2021年5月水素を燃焼させるエンジンを搭載したカローラが24時間の耐久レースを走り抜いたそのチャレンジにドライバー森蔵として参加した豊田昭雄は駆けつけたメディアに対して「カーボンニュートラル実現に向けて世界初の試みをするということをぜひとも皆様も 心を一つに応援いただきたいと呼びかけた。それは2015年の東京モーターショーだった。そこでは同じ壇上に立つ当時マーリンズ所属のイチロー選手の姿勢になぞらえこう話している。豊田社長今回の東京モーターショーに展示した車には共通点があります。それはもっといい車を作りたいという思いを胸に 自分たちの考えるワウを形にしようとしたことです。そしてこれは、今の非常識を次の常識にするチャレンジでもあります。ハイブリッドカー、燃料電池自動車、いずれもかつては非常識でした。非常識はやがて常識になり、居心地のいい場所となる。しかし、この居心地のいい場所から抜け出さなければ、未来を切り開くことはできません。 私たちが生きていく中で、できない、無理だと諦める理由はいくらでもあります。しかし、ゼロダスゼロアンダでは世の中何も変わらない。ヒットを打てるかどうかなんてわからない。それでも、バッターボックスに立たないと、ワウは起こせない。自動車産業を取り巻く環境は加速度を増してさらに変化している。コロナ禍からのレジリエンス。 すなわち回復力、そしてカーボンニュートラルへの取り組みや次世代モビリティ社会への模索など課題は山積している。そんな時代だからこそ結果が出ない、正解が見えないことは当然だと豊田は言う。だからあの24時間耐久レースに際し、挑戦を共にする仲間たちには失敗してもいいんだよと言い聞かせてきた。そして 昨年11月の第56回オールトヨタ TQM 大会で改めてバッターボックスに立とうと大会参加者に呼びかけた TQM とはトータルクオリティマネジメントの頭文字を取ったもので総合的品質管理のことである豊田社長失敗をしているということはチャレンジしているということです失敗がないのは 目標値が低くチャレンジをしていない安全な環境だと思ってください。たとえ10打数で0アンダでも1アンダでも打席に立ってくれる人をみんなで応援する風土を作り上げてほしいと思います。そうすれば失敗もします。失敗して理由を考え続けるうちに成果は出ます。チャレンジし続ける。打席に立ち続けることが大切だと思います。 かつて豊田はバッターボックスへと誘いながら空振りをしてもナイススイングと声をかけられるコーチでいたいと話したことがある。それは責任を自分が背負うという覚悟の表明だ。そんな豊田は現在未来のカーボンニュートラル社会へ多くの選択肢を残すという失敗の許されないバッターボックスに自ら立ちその姿をもって 仲間を鼓舞している。